ステップレコーディングでシーケンスデータを入力してみましょう。ここでは既存のプログラムに設定されているシーケンスデータを消去して新たに入力してみます。シーケンサーフェイバリッツボタンを押してシーケンサーを選びます。ステップシーケンサーに記録されたノート情報を消去します。クリアボタンを押しながら消去したいステップボタンを押します。クリアボタンから手を離します。選択したステップのノート情報が消去されました。入力するのはこのフレーズです。レックボタンを押します。ステップ1ボタンを押します。中央の A の鍵盤を押します。鍵盤を押すとノートが録音され、自動的に次のステップに進みます。1オクターブ下の A の鍵盤を押します。ステップ3に進みます。次は8分9分なので、1つ飛ばして4ボタンを押します。B の鍵盤を押します。次は四分音符なので、C の鍵盤を押したまま、ステップ6ボタンを押します。8分音符2つがタイでつながります。同じ方法でイコを入力していきます。あらかじめ設定されているステップ数の録音が終わると、レックボタンが消灯し、ステップレコーディングを終了します。プレイボタンを押して再生します。タップボタンを押してテンポを調節しておきましょう。音の表情を変化させてみましょう。ここでは2つ目の音を変えてみます。ステップ2ボタンを押します。1つのステップには6レーンあります。現在のレーン1にのみノートデータがあります。 A の棒を回してレーン1を選びます。 C の棒を右に回すとレーン1の音が遅れて発音します。この場合50で16分音符分下がります。Eノブでレーン1のベロシティを設定します。Fノブでレーン1の音符の長さを設定します。ステップ長を超えた長さの音符を鳴らす場合には、タイに設定して、次のステップの同じ音下の音符につなぎます。次の例で説明します。Dノブは、このステップを発音させるかを設定します。レーンごとではなく、このステップのすべてのレーンが対象になります。各音はアタックのついた音で鳴りますが、レガートで鳴る部分も作りましょう。ステップ1ボタンを押します。 A ノブを回してレーン1を選びます。 F ノブを回してタイにします。ステップ2ボタンを押して A ノブを回してレーン2を選びます。 B ノブを回して1音目と同じ A4 のノートを追加して2番目のノート A3 に重なる部分を作ります。スタートボタンを押して再生すると2音目がレガートでなります。録音したシーケンスデータを残しておきたい場合はプログラムを保存してください。保存する前に電源をオフにする。他のプログラムを選ぶとプログラムに含まれているシーケンスデータが呼び出され録音したシーケンスデータが失われます。プログラムの保存を実行するとそのプログラムのシーケンスデータは上書きされます。モーションシーケンサーは、ノブやスライダーの動きによる音色変化を記録し、それを再現することができます。プレイボタンを押して、ステップシーケンサーを再生します。レックボタンを押します。リアルタイムレコーディングが始まります。モーションシーケンサーに記録できるのは、
データエントリー A から F ノブ、オペレーターミキサーノブとスライダー、ピッチホイール、モジュレーションホイールです。ノブやスライダーを動かします。最大6つのノブやスライダーのモーションシーケンスを記録することができます。設定されたステップ数の記録が終わると、自動的にモーションシーケンサーの記録が終了します。モーションシーケンスを編集します。シフトボタンを押しながら、シークボタンを押します。ページ、レフト、ライトボタンを押して、モーションページを表示します。モーションシーケンスは6レーンあります。A ノブを回して、先ほど記録したカットオフを選びます。プレイボタンを押して再生します。ステップ1ボタンを押して C ノブを回すと、ステップ1のカットオフ量が変化します。各ステップボタンを選び、 C ノブを回して各ステップのカットオフ量を調整します。モーションシーケンスのデータを削除するときは、シークユーティリティページでレーンごとに削除します。ページ、レフト、ライトボタンを押して、シークユーティリティページを選びます。消去するモーションシーケンスのレーンを A ノブで選びます。B ノブでクリアを選びます。イエスボタンを押すとデータが削除されます。ステップシーケンサーには鍵盤で演奏したノートデータも保存できます。プレイボタンを押してステップシーケンサーを再生します。レックボタンを押します。リアルタイムレコーディングが始まります。鍵盤を弾いて演奏してください。録音中にクリアボタンを押すと、再生中のノートデータが削除されます。一緒にコントローラーを操作すると、それらも録音されます。設定されたステップ数の記録が終わると、自動的に終了します。または、録音が続いている場合は、レックボタンを押して録音を終了します。プレイボタンを押して停止します。グローバルのシーケンサーページのレコードクオンタイズで、リアルタイムレコーディングで録音するノートのタイミングを補正することもできます。オフでは、ノートオンとノートオフのタイミングが、スタートとゲートパラメータにそのまま反映されます。スタートでは、ノートオンのタイミングは必ず各ステップの先頭になります。ノートオフのタイミングは、ゲートパラメータに反映されます。オールではノートオンのタイミングは必ず各ステップの先頭になります。ゲートパラメータはノートオフのタイミングに応じて 75% または対になります。